モスラー・オートモティブはアメリカ合衆国のフロリダ州リビエラビーチに本社を置いていたスーパーカーの製造会社。1985年、ウォーレン・モスラーによってコンセライアー・インダストリーズとして設立され、コンセライアー GTP を製造した。自動車部門がモスラー・オートモティブとして分離された際に GTP はイントルーダーと解消された。その後、 2001年から彼らは MT900 を製造していた。映画監督のジョージ・ルーカスは MT900S を受け取った最初の人物である。2013年6月、モスラー・オートモティブはロシオン・オートモティブに吸収合併された。モスラー・ MT900S1985 年、再建トレーダーのウォーレン・モスラーはコンスライアー・インダストリーズを起業し、 コンスライアー GTP の販売を始めた。この車は重量2200ポンドで 190HP を発揮するクライスラー製2.2リットルターボチャージドエンジンをミッドシップに搭載していた。シャシーはガラス繊維と気泡ゴムでできたモノコックであった。1993年コンスライアーインダストリーズはその自動車部門をモスラーオートモティブとして分離した。 彼らは新しく出力 300HP の GMLT1 エンジンを搭載する GTP の改良版イントルーダーを販売した。1993年及び1994年にイントルーダーはネルソンレジズ24時間レースに参加し2年連続で勝利した。しかし以降はレースへの出場を禁止された。また1996年には 人間ンンフェルターパフォーマンスエンジニアリングによって改造された出力 450HP のイントルーダーがカードライバー史主,主催のワンラップオブアメリカで優勝した。1997年にイントルーダーは新たに空気抵抗を低減させる V 字型のフロントガラスを与えられラプターと解消された。 この車は1997年と1999年のワンラップオブアメリカで優勝している。1997年のマシンは重量2773ポンドチューンされた 6.3LV8 エンジンを搭載していた。2001年完全な新型モデルである MT900 が発表された。 このカーボンファイバー製シャシーを持つスーパーカーは、シーメンスのデザインソフトウェアによって設計され、出力 350HP の GMLS1 エンジンをミッドシップに搭載していた。MT900S の初期のプロトタイプは、製品モデルより390ポンド重く出力も 65HP 低かったが、0から60マイルパーアワー加速は3.5秒であり、 静止状態から0.25マイルを12.0秒で走り抜けた。その後改良を重ねた2005年の MT900S は、シボレーコルベット Z06 に由来する LS6 エンジンを搭載し、435HP の出力を発揮した。また重量は2500ポンドであった。ホトンモデルには、ヒューランド製トランスミッション、薄壁サブフレーム、BBS 製、 マグネシウムホイール、チタン製、スプリング、カーボンファイバー製のシートが装備され、車重は1980ポンドまで減らされた。また、MT900 のレース仕様である MT900R も発表されており、2003年のデートな24時間レースにおいて、クラス優勝を果たしている。ヨーロッパにおいても MT900R は活躍し、イギリス GT 選手権、FIAGT、 ツーリストトロフィーレース、ブリッドカーシリーズ、スペイン GT 選手権などで勝利を挙げた。ありがとうございます。